三度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。江戸の食文化の豆知識、最後のテーマはこちら、江戸の人気フルーツ&スイーツ。まず江戸時代以前から日本人に親しまれていたフルーツといえば柿です。飢饉対策もあってね、割とあちこちの庭先に植えられていました。甘柿はもちろんなんですが、渋柿もね、干し柿にすれば甘くなりますからね。お砂糖は輸入に頼っていた超貴重品でしたから、庶民にとっては柿が貴重な甘味でした。江戸時代に入ると世の中が平和になったことで物流が安定し、品種改良も進んで様々なフルーツが登場するんです。あ、フルーツのことはね、江戸では特に水菓子というふうに呼んだんですね。水気の多いフルーツはお菓子、スイーツのような楽しみな感触だったんです。ちなみに今ではおなじみのみかんが人気フルーツになったのも江戸時代のことです。柑橘系といえば皮が結構分厚くって種がある、くねんぼとかだいだいなんかは江戸時代よりも前からあったんですが、割と酸味が強いんですよね。種がなくて甘みもあって食べやすいみかん、これはね、室町時代頃に突然変異によって誕生して江戸時代に広まっていきました。特に江戸で一番人気だったのは紀伊の国和歌山県産のみかん。江戸時代初期には1ヶ月かけて船で運ばれていたため、2カゴで1両だからおよそ30キロで10万円くらいの値がつくこともあった高級品でした。ある年、紀伊の国でみかんが大豊作となり、いつものように江戸へ運ぼうとしましたが、運悪く嵐で船が出せなくなり、結果みかんの値段が大暴落。これに目をつけたのが文左衛門という地元の若者で、激安のみかんを大量に仕入れて江戸に持っていけば絶対高く売れると考え、危険を顧みず嵐の海に漕ぎ出し、命がけで江戸にみかんを届けて大儲け。こうして文左衛門は江戸一番の豪商にのし上がり、紀伊国屋文左衛門としてその名を全国に轟かせたなんて逸話もあります。これはあくまで夢のある伝説ですが、こういったお話も相まって紀伊の国のみかんはブランドみかんとして人気を博したんです。みかんは冬のフルーツですが、夏場には水気の多いフルーツが街角で売られていました。こちらのお姉さん、手元ではウリかな、何か剥いていますよね。黄色いのがマクワウリ、それから緑がかった筋が入っているのが今の東京新宿のあたりで育ったナルコウリ、それから真っ赤なスイカにうず高く積まれた梨、このあたりが江戸の夏の鉄板フルーツですね。品種改良前なのでそれほど甘くはないんですが、それでも夏場に喉を潤す今の清涼飲料水のような感じで大人気でした。値段も4文から8文、およそ80円から160円程度ですね。ちなみにかつては超高級品だったお砂糖も八代将軍徳川吉宗が国産化を奨励したことから、江戸時代中期頃から生産が広まりまして、江戸時代後期には庶民も甘いスイーツを楽しめるようになりました。おやつの習慣が生まれたのも江戸時代です。八つ時、今の午後2時前後にいただく間食、八つ時に食べる間食なのでおやつというんですね。こちらのお花見客は坊やちゃんがお花に夢中じゃなくって、よく見たら名物桜餅に夢中の様子。こちらは向島の名物長明寺の桜餅、あんこを薄皮で巻いた関東風の桜餅の元祖で、年間38万7500個売れた年もあるというメガヒット商品。隅田川のお花見といえばこれっていう名物スイーツでした。まさに花より団子ですね。いかがでしたでしょうか。それではイベント最後までお楽しみくださいね。